ニューカークプラザ駅は、ブルックリンクのニューカークアベニューと、東16丁目交差点南西に位置する、ニューヨーク市地下鉄 BMT ブライトン線の駅である。B 系統が平日のみ、Q 系統が終日停車する。駅は1878年7月2日に開業。当時の駅名は、パークビル駅で、時期は不明だが、その後サウスミトウッド駅に改称された。 1907年に改築され、1908年に駅はニューカークアベニュー駅に改称された。1964年から1965年にかけて駅ホームは延伸されている。その後、1981年に、または最も老朽化した地下鉄69駅を発表、当駅もその対象となった。 さらに1980年代頃から駅名を近くに、あるモールの名前に改称するよう運動が開始された。駅は、モールと共に2009年から2011年にかけて、改装工事を行い、2011年8月、駅は、ニューカークプラザ駅に改称されたが、これは3度目の改称となった。改札島式ホームに目4線で掘り割りに、設置されている。 駅の上には1913年に開業したニューカークプラザのショッピングエリアがある。モールはニューヨーク収入局によって運営されているが、ほとんどはスモールビジネスの店舗である。2000年代から改善地区に指定されている。改札はプラザの中央に位置し、東16丁目とニューカークアベニュー交差点南西に通じている。また、 アートワークトランジットスカイライトが設置されている。フューチュラマの釣りの幸運で駅が映っている。ありがとうございます。